今日はオリックスバファローズ背番号38番小島周平選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、和田です。小島です。よろしくお願いします。プロに入られてやっぱこう怪我されて、はいはい、出場機会とかもこう少なかったと思うんですけど、はい、そういう時ってやっぱこう支えになった方っていらっしゃるんですか。支えになった、まあ、やっぱ家族だとか、はいはい、ファンの怪我してる間とかもこう2軍の球場来てくれてる人がいたり、まあ、その辺はやっぱ頑張ろうと思いますけど。あ、もうファンの方とかも来られてくださったり、はい、もう家族やっぱ奥さんだったりお子さん、はいはい、お子さんもクリスマス生まれ。そうですよ。上の子はクリスマスイブで下の子は大晦日です。え、すごい、はい、すごい年末。そうそうそう。これプレゼントちょっと寂しくなるやつじゃないですか。そうですね、大きくなったら一緒になっちゃうんですね。私ね、すごい記憶に残ってるのが小島選手がホームランを打たれた時に、はい、ホットモットで、はい、福良監督がそのホットモットで試合終わった後に花火が上がった時があって、はい、で福良監督はもう帰られてたそうなんですけど、はい、花火は見れなかったけどその小島選手のホームランを、今日は花火は見れなかったけどいい花火を見れたみたいな。本当ですか。ことを、え、知らないですか。すごいこれ有名。福良さんがですか。え、言われたっていう。本当ですか。はい、なかなか知らなかった。え、記事に。あ、マジですか。はい、なってるのを私見かけて。本当ですか。え、嬉しいですね。嬉しいですよね。嬉しいです。嬉しいですね。え、ご本人には言われてないんですか。はい、特に。あ、でも試合終わった後はよくやったっていうか褒めていただいたんです。褒めてくれるんですか、はい、そのよく打ったっていう言葉ってその一言ですけど大きいですよね。そうですね、嬉しいですね。やっぱ監督から言われる。だってなかなか監督の方ってそういなんか褒め言葉って、うん、そんな簡単に言ってくれないイメージがあるんですよ。そうですね、はい、嬉しかったですね。ね、花火以上に輝かれたっていうことで嬉しいです、嬉しいですね。オリックス小島周平選手のインタビューでした。はい、見ないんですね。自分のホームラン、ね、打ったプロ初の、はい、なんかそういうものって、はい、なんかチェックとか、うん、記事とかってなんか嬉しいか取っておいたりとか見るんちゃうんかなと思ってたのに、子供にもちろん見せるし孫にも見せると思いますよ。そんなだって嬉しくないですか。いや嬉しい嬉しい。花火は見れなかったけどいい花火を見れたみたいな。僕そのインタビュー、その福良監督のコメントも僕聞いてた記憶があります。ホットモット行ってで、はい、でその記事も見ましたし、はい、あ、それ見てないですね。でもなんかご本人にはちゃんと褒め言葉もくださったっていう、うんうん、ね、忘れられないね、はい、試合ですよね、うん、はい続きですよね。まだあるんですよね、はい、次が、はい、まあ、群馬県出身だと。そうなんですよ。群馬県民って言ったら、はい、結構いてるんですよね。オリックスって言ったら誰います。誰がいるでしょう。俊太選手。はい。そして足立選手。はい。答えちゃいました。答えちゃった、はい、でも、はい、ラジオの中にも出てきます。インタビューの中にも。あ、本当ですか。はい。では早速行きましょう、はい、どうぞ。小島選手といえば、はい、群馬県人なんですよね、はい、チームに群馬県人群馬何人かいらっしゃいますね。いますね、いますね、はい、足立選手と俊太選手、はい、私ね、今年ね、群馬県人の人に会った人数が過去初最多です。へー、はい、嬉しいです。なんか本当ですか。はい、群馬県への思い出は何一つとないんですけど、はいはい、いいとこですか。群馬ですか。はい、いいとこですよ、はい、暑いですけど、夏本当暑いんですか。本当暑いですけど、大阪と全然気温ちゃいます。いや全然暑いと思うんですね、群馬県の方が、はい、どんな感じ、カラッとした感じでもなくて。いや夏はもうなんていうんですか、本当にカラッとしてないですよ。してないんです。してないですね。え、そうしたらこの大阪でのこのね、うん、環境はこう野球するにあたっていい環境ですか。いやまだ全然いいと思うんですね、やっぱ、はい、海も近いんで。あ、そういう、そうです、風ってあんま吹かないですよ夏に。え、群馬県ですか。はい、あ、そうなんですか、はい、でもいいですよね、京セラドームって言ったらこうなんていうんですか、空調も。あ、はい、やっぱりそうですね、プロの、はい、球場いいですよね。ドームなんで全然いいですよね、はい、群馬県ってそんな暑いんですか。大阪よりも暑いんですね。そう、なんかイメージなかった。全然ないですね。勝手になんか涼しいっていうイメージあったけど、暑いし風も吹かないって言って、うん、はい、
僕も行ったことないんでどんな街かっていうのは全然知らないんですけど、ね、安達選手と俊太選手と同郷と、はいはい、そうですね、はい、なのでなんかイメージ的には社員の方が多いんかなっていうイメージかな。あ、はい、確かに、はい、あとこの番組のプロデューサーのね、はい、中澤さんも群馬ですけど、はい、シャイではないですよね。群馬で育ったんですよね北海道出身で群馬で育って、はい、青春時代群馬みたいですけど、はい、まあ、人それぞれですかね。そうです、そうですねまだ続きがあるんですよね、はい、そして、はい、はい、最後にですね今後プロでの目標を伺っております。どうぞ、はい、そうですね、まあ、あの僕今年30歳になって、はい、まあ、もう若手のなんですか、その部類じゃないので、はい、なんですかね、チームにこう必要とならなければいけない年齢なので、僕がそういうチームの戦力に なり続けてるっていう、で1年でも長く野球できたらいいなという、はい、思います。またあの福良監督に、はい、よかったよって、そうですね、はい、いう言葉を、そうですね、いっぱい言っていただけるように頑張ってください、はい、また花火よりすごいもん打ってください、ね、ありがとうございました、はい。以上、オリックスの小島選手のインタビューでしたけれども、はい、あ、インタビューしててどんな印象をお持ちになりました？なんかもうクールっていう感じですね。この前半戦はやっぱこう、はい、クールな感じですけど、はい、後半はもっとこう明るいいいパパの部分とかも、はい、はい、家族のお話聞いたりとか、来週ですよね、はい、あのツイッターでもいろんなこうコメントをくださる人がいまして、はい、あの声も低いねと。ね、渋いですよ ね。クールっていう意味では、はい、声低いねって言ってくださる人もいましたし、はい、小島周平芸人というツイッター名で、はい、このツイッターに投稿してくれてる人もいるんですけれども、まあね、やっぱりプロ初ホームランを打って、はい、で走れる選手ですし、守れる外野も内野も守れる選手ですし、はい、ね、来年以降また活躍の場をこう広げて、うん、で開幕スタメンだったんですよね、はい、で怪我をしてしまって、こう戦線からこう離脱をしてしまって、はい、でカムバックしてホームランを打ってということなんで、ね、まあ、来年こそはシーズンの頭から活躍してほしいなという期待がかかりますよね。夏季節的に夏じゃない時にバンバン打ってこう花火を、ね、うん、いいですね、打ち上げてほしいですよ ね。群馬県だから、はい、暑さにも強いですしね、はい、もうどんどん寒い時も含めてもう打ってほしいなと思います。はい、はい、ということで、はい、はい、これ以上これぞビーズ魂でした。2011年ドラフト7位で住友金属鹿島から入団して、今シーズンは61試合出場で打率は2割1分3厘、はい、で今回はプライベートということですので、はい、お楽しみいただきましょう。それではお聞きください。どうぞ。オフの日とかはどういう過ごし方をしてはるんですか？はい、オフシーズンじゃなくて、お休みの日ですね。オフシーズンでもこうお休みの日とか。あ、お休みの日、はい、お休みの日はとりあえず いっぱい寝て、はいはい、それからまああれですね、買い物行ったり、はい、子供とちょっと遊んだり。お子さんお二人？二人ですね。え、男の子？男で。あ、男の子、はい、え、上のお子さんは、5歳。5歳なんで今年6歳と3歳なんですよ。あ、わ、すごい。え、ほんな七五三。え、あ、七五三。あ、違うんか。七五三は去年ですかね。去年に取りましたね、うん、はい。お子さんはこう野球したりしてるんですか？いや、最近こう分かってきて、はい、テレビなんかでこう見たりしてるんで、結構興味湧いてきて、野球して遊ぶことありますね。公園で、はい。やっぱそれは嬉しいですか？あ、嬉しいですね。なんかモノマネとかしだすんで。え、モノマネ？はい、うちの選手の結構それは本当面白いですね。え、例えばどなたの選手のモノマネですか？なんかマレーロとかえどこのポイントを？なんかうまい、腰曲げて、はい、よく見てんなみたいな。へえ、まだご本人の前では披露はしてないですすごいですね。いや、でもやっぱ子供すごいなと思います。興味あることはすごい覚えるというか、うん、じゃあすごいやっぱね、興味があって、はい、早いですよね。でもお子さんがやりたいって言われたらもう何も。そうですね、やりたいといえば、はい、でもいいですよ、お父さん教えてくれるって。そうですね見てみたいですね。でも、はい、子供の、キャッチボールとかもされてるんですか？まあ、あんま上手じゃないですけど、
マレーロ選手のモノマネの方がうまいです。マレーロとかティオカとかやるんですよ。あ、そうなんですか。面白いっす。いいですね。やっぱそれは似てます。似てますティオカダ選手も似てます。似てます僕の真似できないです。特徴ないらしいです、やっぱ地味なんで。はい、いや、真似できる何か特徴いや、ないんでしょうね。Tとかマレーロとかあれじゃないですか、なんかちょっと、はい、分かりやすいでしょ。ヘルメンの真似とかしてますけどね。そうなんですね。なんかその機会見たいですよね。はい、見せてあげたいですよね、選手に。はい、ね、面白いですよ。嬉しいですよね。選手の方もなんか真似してもらえるってやっぱ嬉しいですもんね。はい、嬉しいと思いますね。なんか意外な一面で、すごいお子さんの話するとき、より一層優しいお顔になられますよね。面白い、うん、結構、はい、昨日遊んだんですけど、はい、面白かったっす。何して遊ぶんですか。うん、いや、その野球したいみたいな感じなんで。いいよっていう。はい、いいです。ほんだご自身のこう趣味とかはあるんですか。趣味ですか。これ好きやねんとか。まあ趣味とかじゃなくても特にないんですけどね。シーズンオフなんか予定あるんですか。これやりたいなとか。シーズンオフですか。行きたいなっていうところとか。僕あんまそういう良くないんですよ、本当に。でゴルフもあんまあの得意じゃないんで、本当ないですよね、あんまり。この景色を見たいみたいなとかない。景色ですか。ないな。群馬県帰るとか。あ、帰る。あ、それは帰ります、帰ります。群馬県 の、はい、あのおすすめ時間大丈夫。これ群馬県おすすめじゃ、あのすいません、いっぱい噛んだけど、群馬県のおすすめ。おすすめ最後時間群馬のおすすめですか。はい、これうまいとか、ここ行った方がいいよっていう。あ、温泉、草津温泉とか、あれめっちゃ有名なんで、はい、多分群馬行ったら行った方がいいですよね。いいですよね。遠いけどね。遠いですよ。めっちゃ遠いですか。僕の近くも遠い。行ったことないんですけど、僕も。行ったことないから、はい、おすすめでもあるし、はい、今後小島選手もご家族 で、ね、行ってみたいですね、草津温泉で。はい、なんかツアーやってほしいですよね。小島選手と行く草津温泉ツアー。今後ぜひ、そうですね、はい、そういうツアーやってください。でそこでお子さんの野球選手のモノマネが見れるっていうのプランで。そうそう、はい、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もうどんだけ前乗りに群馬のおすすめ聞くんですか。じゃあおすすめはって。そう、あの時間も結構限られてて、やばいと思って、時間ないと思って早く聞かなと思ったらむっちゃ噛んだんです。わかります、その気持ち。で、聞きたさと。確かにね、はい、草津温泉ですって。行ったことないけど。でもなんかあの前の小林投手にしてもそうですけど、趣味とかね、はいはい、食べ物とかなんか意外と興味ないんですよねっていう人多いですね。ね。でも何かは好きだけど、それを自分の、はい、こうなんていうんですか、これ趣味やねんっていうっていうことに気づいてないんじゃないですか。気づかんそのうちやってることとか好きなことあるけれども。はい。ね、なんかまあでもお子さんの話がね。ね、お子さんマレーロ選手とティー岡田選手もモノマネをするそうですよ。見たいな、結構ツイッターでも見たいなっていう方ね。ね。バッファロー五郎さん。見たいし、はい、でお子さんも野球をしたいって言うようになったっていう。ね。ツイッターのバッファロー五郎さんの上、小島周平芸人さんって名前の方いらっしゃるんですけども。まあ、全部芸人さん。この方は逆に小島選手の真似できるんちゃいますかっていうね。そうですよね。どこを真似するのかちょっと難しいですけれども、ちょっと見てみたいですけど。まあ、でも、ああ、じゃあ、コークの最高デースも多分やってますよ。ああ。絶対やってる。はい。で、お父さんの真似はしないんですかって言ったら、いや、僕、特徴ないんで、とか言って、言ってはったんですけど。でもなんか、子供だけが知ってるところとかありそうですけどね。ね。まあ、ちょっとね、なかなかお子さんがメディアに出ることないですけれどもね。はい、ちょっと。見てみたいですよね。いつかちょっと裏側にいたら、こそっと見せてもらいたいですね。ね。ソーシャルドームとかでいたら。ね。この真似見してって言って。いや、見たい。それが、今後の願いです。ね、はい、ちょっと今年も61試合ね、出てますから、うん、結構、スタメンもあり、いぶし銀の活躍もありの選手ですからね。ですよね。ただ、もう、来年で30歳になってきますので、はい、本人もちょっと勝負の年にかかってきますから。ですよね。そうですよね。うん、なんかお父さんのその、かっこいいとこいっぱい見せてほしいですよね、うん。気合も入ってると思いますので、はい、まあ、若い若月選手の話もありましたけれども、はい、ベテランに入っていく選手の、このオフからの過ごし方もね、はい、ぜひ皆さん注目してほしいなと。そして来週のインタビューは、はい、
伊藤光選手。はい、待ってました。待ってました。ようやく登場。はい。来週は伊藤光選手のインタビューをお届けしますので、はい、このあたりもツイッターなどに、はい、メールもお便りあればメッセージよろしくお願いします。以上、これぞビーズ魂でした。